それではお時間になりましたので始めさせていただければと思います。皆様おはようございます。南東久保田です。日頃から久保田製品をご愛好賜りまして誠にありがとうございます。本日はこちらにある農業用ドローン T10K について簡単にご説明させていただきます。今回は私奥山が機体についての説明、そしてオペレーター阿部とナビゲーター山口でフライト実演の方を行っていただきたいと思います。短い時間ではございますがよろしくお願いいたします。はい、ではこちらにある農業用ドローン、最近よく見る機会が増えてきたのではないかなと思います。春から夏にかけて有害の除草剤や肥料の散布、夏は水稲や大豆、野菜に殺虫剤、殺菌剤の散布など、そして冬の終わりには融雪剤の散布など、さまざまな場面で使用することができます。ではこちらのドローン、何キロ積んで飛ぶことができると思いますか？こちらのドローンは10キロ8リットルのタイプになります。液剤の殺虫殺菌剤であればバッテリー1本で約1丁分を10分で作業することができます。さらにこちらは今年発売したばかりの最新機種なので、さまざまなことが進化しています。充電器はバッテリー1本の充電時間が約40分から約20分に短縮、障害物レーダーは前方にある障害物を認識、機体アームの展開時にロックレバーを採用しました。じゃあちょっとやってみてください。このように簡単に旋回ができます。より安全に素早く作業が可能になりました。私が長々とお話ししてしまうと皆様がドローンを見る時間が減ってしまいますので、機体の説明はこの辺にしまして、阿部くんフライトの方をお願いします。それではレッツテイクオフ。今回は M プラスと完全自動モードを見ていただきたいと思います。皆様の目の前にあるこちらのパイロンを立てて囲まれている場所を圃場と見立てて実演散布を行います。まずはじめに M プラスという機能ですが、正式名称はマニュアルアシストモードと言います。通常のマニュアルモードの難しい部分を、散布ボタンの入り口に散布幅、そしてまっすぐに飛行させることを自動でアシストしてくれるモードになります。それでは見ていただきましょう。皆様ドローンだけではなくオペレーターの記録の指の操作にも注目しながら見てくださいね。エンドラインに到着したら、まずレバーを次に向かいたい方向に倒します。するとこのように設定した散布幅に移動します。そしてまたドローンを戻してきます。ドローンを見ていただくとまっすぐに戻ってくるのがわかると思います。
本来左のスロットルにはラダーといってドローンの方向が変わるはずですが、一切変わりません。ラダーにロックがかかり、操作介入がされないからです。もう一回お願いします。この動作を繰り返せば簡単に誰でもドローンを上手に飛ばすことができます。では続きまして完全自動モードをお見せしたいと思います。それでは着陸させてください。今回お見せする完全自動モードなのですが、本来はプロポを持って、補助の角で点を取って高データで飛行させます。今回時間の都合がでちょっと前もって補助のデータを取っておきましたので、こちらのデータを使用して飛ばしたいと思います。まずはじめにドローンを決められた離陸地点の方に置きます。そして散布幅だったり散布量だったりをプロポ画面で設定していきます。はい、設定の方が終わったようです。あとはプロポ画面に出ているフラッシュ、ボタンをフラッシュすると離陸して散布が始まります。オペレーターの指見ててくださいね。そしてスタート地点まで行きましたら決められた高さにまで下がり、そして散布を開始します。ドローンが止まりました。今回はちょっとバッテリーが切れてしまったというせいで、調整したいと思います。皆様今ドローンが停止した位置ちゃんと覚えておいてくださいね。こちらのドローン優秀なので、途中で終わった地点しっかり覚えています。なので、液材が切れた、バッテリーがなくなったという場合は液材を足したり、あとは、バッテリー交換したりして、もう一回起動させると元の位置まで戻っていって散布を再開します。それではお願いします。
この機能があると、もしうっかり、真剣に作業をしてて忘れてしまったっていう時もありがたいですね。あとドローンの方をよく見ていると4等高の素質の場合と2等高の素質の場合があると思います。これは速度連動していて決められた散布量に合わせて散布量が変動しているからです。散布が終わりましたらこのようにホバリングしますので、あとはオペレーターがドローンの方を着陸させます。はい、ありがとうございました。これで終わりではありません。こちらのドローンは警察クボタスマートアグリシステムとも連動させることができるんです。今回はドローンとの連携についてお話をしますが、他の農業機械とも連携することができます。ぜひ詳しくお話を聞きたい方は屋内の警察ブースの久保田担当者にお聞きください。では話の方を元に戻しまして、ドローンと連携させると何ができるのかをご説明したいと思います。まず一つ目はドローンの作業経路の確認をすることができます。そして2つ目、ドローンでの作業を作業日誌として出力することができます。そして3つ目、作業進捗の見える化、散布済みの補助と散布してない補助を色分けでより分かりやすく管理することができます。久保田農業用ドローン T10K の魅力は十分に伝わったでしょうか。以上で説明を終わりたいと思います。さらに詳しいお話を聞きたい方は久保田ドローンブースに足をお運びください。最後までお聞きくださりありがとうございました。
高いですよ。